言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。仕事前ですね、ここ最近ちょっと早朝からの仕事がメインになってますんで、またこんな感じになりますけども、早く起きたんで顔出しでやれております。25日ですね、実は BE:FIRST の広島ですかね、公演がありますから、そちらの方機材開放席なんかもねあったみたいで、それで行けるってんで喜んでる人もいらっしゃいました。あの BMSG 関連はね、例えばスカイハイもライブがあったりとか、26日は翔太くんもあったりとかね、あったりするし、エディくんもねライブをやったりとかしてて、みんなそのライブでね本当にどんどん力をつけているなっていうところでございますね。はい、ノベルコア君のラジオの独走フライデーですけども、そちらにあのフェイキーのひなさんとたきさんが来てました。あの天気雨っていう楽曲でコア君とねフェイキーひなさんがコラボをしていたりとか、もともと番組でご一緒していたっていうところもあったりとかありまして、個人的にコア君とひなさんの関係性がとても好きなんですけども、あのフェイキーが、解散というかね、来年の1月13日にまあその解散をするっていうこととかもあったりして、で他にも全然動画では取り扱っていないんですけど、まあ女子グループで一人以外全員あの抜けるみたいな、そういうのがあったりとか、あとはまあ私も含めいろいろと割り送っております X コンっていうイベントが中止になったりとかしてますが、あれで、あの、実はデビューライブを、二次プロジェクト、20のね、二次プロジェクトに参加をしていた、平井桃香さんも参加をしているグループがあって、それのデビューライブがあったはずなんですけど、結果そのイベントが頓挫してしまったことによって、なんかこう、動きがつきづらくなっているっていう現状があります。なんか、あれっすよね、男子グループもいろいろとやはりあったけど、今でもあるけど、女子グループってなんか本当に大変だなっていうのを、やっていくのも大変なんだろうなって思ってますよ。なんていうのかな、やっぱコアなファンっていう感じのが、なんだろう、男性ファン女性ファンのその性格の性質上とかで、まあいろいろこうねやっていくのが難しいところもあるのかなと思ったり、だから女子グループも、まあ、女性ファンを取り入れていくっていうことで、まあ男子の方もそうだけど、ね、当然 BE:FIRST もあの男性ファンも増えてますし、やっぱ両方に支持されるっていうの大事だなっていうのを改めて感じたりはしますね。はい、っていう形でね、いろいろと語りましたけど、まあちょっと今日の予定みたいな感じのを語ろうかと思って、とりあえず先ほども言った通り25日26日で BE:FIRST の公演アリーナツアーがありますと。で本日25日はあのレオくんですね、あのもちろんね収録ですけども当たり前だよな、 NHKE テレの方のレオくんが出る番組もあったりとかで、あでもあれか、22時30分からなので、まあアリツア終わった後とかでね、ちょうどそれで見ることも、アリツア参加した人も家に帰って見ることもできるかもですね。あの私はあのできる限りリアタイをしたいなと思ってますけど、であとはミリオンビリオンとかもあるし、結構土曜日はね盛りだくさんですね。はい、っていう形で、またレポートも上がると思いますので、そちらもまあできる限りまとめて、まあまとめられそうだったらまとめさせていただきます。ちょっとできるかどうかは断言できませんけれどもね。はい、あとは本日は前の動画でも紹介してますが、マーゼルの方でもマゼベヤかな、海星散歩で海龍くんと生徒くんのお散歩のやつがありましたりしますし、まあ結構ね本当にまあどこも BMSG は会長でやっておりますよ。なんか第3グループに関して、あの BMSG の第3のグループに関して、まあるいくんたちのグループですかね、ちょっと社長からももろもろ何かしらあの言葉もあったみたいな話も聞いたんですが、まあ、ちょっとねそれはまだエビデンスが取れてませんけど、インタビュー関連もたくさんありますし、その中でまああれなんですよね、ひなさんの話もしたけど、多分ね気になっていることというか、ちゃんみなさんと BMSG のノーノーガールズガールズオーディションがあって、それも気になって
ってますよね。ちゃんみなさんが今その日プ女子っていうのをやってて、まあ、JO1INY の後輩グループとしてラポネさんからの女子グループがデビューする予定ですけど、今週ではないんですけど、先週そのちゃんみなさんが特別ラップトレーナーとしてその教えに来ていたところがあったんですね。で、ザ・ファースト見てた方はちゃんみなさんがね、ちょうど合宿とかにも来ていた姿は見ていたじゃないですか。うん。で、ルイ君とかね、褒めてくれたりとかしていたりとか、そういうのもね、覚えてますけど、その時って、やはりこう、審査員としてゲストで来ていたので、まあ、教えたりっていうか、そういうトレーニング的なことで、先生役みたいなことはやんなかったわけですけど、改めて、ちゃんみなさんの、その先生としてのスキル、むちゃくちゃすげえなと、教えることも上手いなっていう感じで、まあ、スカイハイの友達だからってとこもあって、そこもあんのかなと。でも実は、ちゃんみなさん、レオくん、ジュノンくんと同い年で、若いですからね、そこも含めていくと本当にすげえなと、天才なんだろうなって気がする。うん。で、ちゃんみなさんがやはり、女子の間でもすごいカリスマなんだなっていうところもあって、その時もそのラップを教えに来たから、そのラップの、パフォーマンスをする子たちのトレーニングをしたんだけど、見学で他の子たちとかもすごい見てたりとかもしてたし、ちゃんみなさんのすごい、なんだろう、グッズとかもお守りで持ってきてるような感じの練習生、日部関連は練習生って言い方するんで、練習生もいたので、そことかもすげえなって思ったし、あと Spotify で言うと、ちゃんみなさんって、例えばその BE:FIRST も含めたそのいろんなボーイズグループとかよりも、まあ、ガールズグループ含め AKB とかも含めた上でのそのいろんなボーイズグループガールズグループよりも大概のところよりも月間リスナー多いんですよね。130万人とかいて、だからちゃんみなさん本人の影響力っていうのもすごいところもあったりするし、うん、Awich さんが確か100万超えぐらい、 BE:FIRST と同じぐらいか、ちょっとまあ大体同じぐらいかなって感じで、ちゃんみなさんだからすごいんですよね。日本のラッパーで女性ラッパーだとやっぱり今一番勢いがあるんじゃないかなって気がするし、ある意味そこの層というかちゃんみなさんの層を取り込んでいけるっていうのは、改めて BMSG としてというか、まあ子会社的な感じで系列会社になると思うから、なんだろう、BE:FIRST、マーゼルなどとはまた別のところになるわけだけど、HYBE のニュージーンズとか、ルセラフィム的な感じね。うん。でもやっぱりこれはすごいことだと思うし、だから、例えば海外、韓国とか中心に海外でも人気ある人でもあるし、ちゃんみなさんが。だから、本当に、やっぱり、BE:FIRST、マーゼルなど含め、海外に行くっていう時に、やっぱり、ちゃんみなさんプロデュースグループっていうのは、強いなっていうのをちょっと改めて感じたりはしたんですよね。うん。なんかそれもあるし、フェイキーのひなさんとたきさんがノベルコア君の方にラジオに来てたんだけど、ひなさんは特にザ・ファーストを始める前にスカイハイがちょっとそのノベルコア君とそれからザ・ファーストに関しても相談をしたことがあるっていうのを、これはそのコア君のラジオじゃなくて先週のスカイハイのラジオで言ってたんですけども、はい、今日スカイハイのラジオもそういえばありますね。うん。だからそこもあるから、なんかわかんないですけど、ちゃんみなさんのオーディションっていうかノーノーガールズとかにその絡んでくれるといいなって思ったり、ひなさんとかも、ひなさんもその女性からも人気ある、スタイル良くてモデルとかもやっているし、女性からも憧れられるアーティストっていう形で、ちゃんみなさんもそうだけど、うん、なんかちょっとその辺が絡んでくるとガールズ盛り上がっていくんじゃないかなって気がしてますね。まあ、いろんな意見あると思いますし、そこについてもね、なんていうか、皆さんのそれぞれの意見を尊重してほしいんだけど、ただ、日部女子を見ていると、やっぱりその、女子を、ガールズグループを作るっていうか、カリスマとしてやっていくっていう、カリスマとして、すごい説得力のある人だなと、改めて思ったし、
個人的にすごい期待をしてますね。だってスカイハイがもともとちゃんみなさんだったりとか、相談した人何人かいると思うんだけど、その中でひなさんにも相談したっていうことは、だって多分当時のひなさんっておそらく22歳とか23歳ぐらいですよ。そこにやっぱり相談するっていう形は相当やはり信頼できる人なんだろうなっていうのは思ってる。ちゃんみなさんも含めてですね。はい、ということでございました。はい、まあ、ちょっとねガールズの話もしましたけど、まあとりあえず本日25日アリーナツアー広島の1日目で、明日26日が2日目で、レオくんが出演する NHK の番組も22時30分からやりますっていうところ、ね、あとはミリオンビリオンとかね、もろもろありますんで、あとマーゼルの方の YouTube コンテンツもあるから、結構今日はね、今日明日あたりは供給に困らないですねっていう感じでございます。まあ、いつも困ってはないんだけど、っていうことです。はい、では、私はいろんな動画を撮ってますので、タイトルサムネイルで興味あるものございましたら、ぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますように、チャンネルの登録をお勧めします。では、失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部、グランパンパースでした。